イサラゴ貝塚は、東京都港区みたい4丁目19にあった、縄文時代後期の貝塚。規模は大きくはないものの貝の種類の豊富さや、貝層密度の濃さでは、日本有数の貝塚である。イサラゴ貝塚貝層の下からは貝塚より古い、時代の土器、階層の上からも、縄文時代晩期の土器、さらに、 弥生時代以降の遺構も見つかり、この地には貝塚を形成した時期だけでなく長い期間、人の営みがあったことがわかる。貝塚の上下から違う時代の遺物も発見されている、ことからそれらも合わせて、イサラゴ貝塚遺跡ともいう。貝塚遺跡そのものは日本電信電話校舎のビル建設に伴い完全に破壊されたが、 ビル建設前の1978年から1979年にかけて1年半に及ぶ本格的な発掘調査が行われ、剥離保存された海藻断面が近くの三田大公園にイサラゴカイズ解析として復元、展示されている他港区立港郷土資料館にはイサラゴカイズカの海藻断面や出土品が展示されている。 この貝塚は位置としては、JR 田町駅と品川駅間やや、田町駅よりの地点から西側の高輪台地上にある。貝塚の位置は標高11メートル前後の東に向いた斜面上にある。縄文時代の縄文改新時には、高輪台地は南西から北東方向に伸びる台地で、東は東京湾、北から北西は古川西も定地で、 イサラゴ貝塚は高輪台地の東側にあり、東京湾に直接面していた。港区内には縄文遺跡が多く存在するがその多くは古川沿いにあり、東京湾に直接面していた縄文遺跡は多くはない。港区内の遺跡は弥生時代から古墳時代には少なくなる。太平洋戦争までは貝塚はイサラゴ三井家の邸宅敷地内にあり。 1921年には、高校学者、藤枝隆太郎の調査によって、貝塚の存在は知られていた。1924年には、貝塚の南側は、伊サラゴ三井や邸宅洋館建設のため十分な、調査が行われないまま破壊されたとみられている。戦災によって、三井邸は破壊され、さらに貝塚は荒廃していった。しかし、貝塚北側部分は、建物が、 日本家屋であったため、良い状態で保存されていた。戦後、この土地は、三井家から、セントメリーズインターナショナルスクール、さらに日本電信電話校舎の所有となり、日本電信電話校舎はここにビルを建てることにした。そのため日本電信電話校舎の費用負担で1978年7月から1979年12月まで、約1年半に及ぶ、 本格的な発掘調査が行われた。本格的な調査の後発掘された出土品や一部階層の保存をビル建設に伴い貝塚及び遺跡は完全に破壊されている。前述のように貝塚の南側はほとんど調査が行われないまま破壊されているため全貌は不明な点もあるものの1978年7月から1979年12月までの 調査では、北側で約351平方メートルの海藻が確認され、海藻の厚さは厚い部分では1.8メートルに及んでいる。1925年の藤枝の調査、1948年の江坂照ヤらの調査では、縄文時代前期の土器片を採取したことなどから、海塚は縄文時代前期のものとされていた。しかし、 あとの1978年7月から1979年12月までの本格調査では、海藻家から照明自粛機の住居跡の発見や、放射性炭素による年代測定、掘りの内式土器の発掘などから海塚そのものは縄文時代後期のものと訂正されている。海塚そのものは縄文時代後期のものとされたが、海藻の上下から異なる時代の移行や動機が、 発掘され、この地での人の営みは、縄文前期から後期、弥生、古墳、平安まで、各時代にわたっていたとされている。他の貝塚に比べて、イサラゴ貝塚の出土品の特徴は、豊富な種類の貝類が見られるのに対し、重魚骨や土器及び、石器の湿度が少ないことである。イサラゴ貝塚で見つかる貝は、巻貝が67種類、二枚貝が15種類の、 計種種類類でで内湾に面するる貝ここれほどの種類の貝が見つかることは少ない例えば同じく縄文後期のお茶の水貝塚で見つかる貝は15種類である。この82種の中の多くは食用にはならず、たまたま紛れ込んだものと考えられるが、食用としていた貝も10種類ほどある。量的には、貝貝と間マきが中心で80%を占めている。貝貝は、 赤貝の仲間で暖かい海に住む貝であり、現代の東京湾では取れないが、縄文時代は東京湾も暖かかったため豊富に産していたものと思われる。イサラゴ海塚に多く重なっている貝層は、海外が多い層とマガキが多い層が互いに重なっており、海外は晩春から初夏に採り、マガキはおそらく秋から冬に採っていたのだろうと考えられている。それ以外は、 海外とマガキの次に多い赤西でも5.4%を占めるだけである。東京湾西側の他の貝塚ではよく見られる、ハマグリはイサラゴ貝塚では極わずかである。これはイサラゴ貝塚の全面の海がハマグリの生息には適さない、差で性提質であったためだろうと考えられている。魚は黒鯛の鱗が最も多く見つかり、 他にウナギなど20種類ほどの魚骨が見つかるが、貝の豊富さに比べると、魚骨の湿度は他の貝塚と比べて少なめである。獣の骨については、さらに少なくイノシシの葉が数点、他にはタヌキやネズミなどの骨も見つかっているがわずかである。土器や石器の湿度も他の貝塚に比べて少なく、瓦家は99点、石器は8点に過ぎない。 時代的には幅広く縄文時代前期から中期の初期組織土器が階層の下から縄文岩期の土器が階層の上から見つかっている。海塚自体は縄文後期の前半、堀の内式土器の時代のものと考えられている。イサラゴ海塚では海藻の上下から住居跡や墓石などが見つかっている。階層の下から発見された敷石住居跡は 縄文時代後期初頭の照明寺式機器のもので、同じく階層の下から発見された土工も、縄文時代後期前用の堀の内一式機器のもので、あろうと見られている。階層下からは、焦度も見つかっているが時代は特定されていない。階層下の住居跡は、やや特殊で、出土遺物が少ない。住居内に白車が巻かれており、このような例は、調査時点では他に知られていない。階層上からは、 住居跡4件、墓石2基が見つかっている。住居跡は古墳時代のものが3件、平安時代のものが1件、墓石は弥生時代のものと推定されている。2基の墓石は法形集公墓で、出土土器から弥生時代中期宮の大式機のものと推定された。4件の住居跡も出土品は多くはないが、出土した土器編の様式から3件は、 古墳時代の縦穴式住居、一軒は平安時代の縦穴式住居とされる。港区内の貝塚の中でもイサラゴ貝塚や近くの芝の丸山貝塚では出土品のほとんどが貝殻ばかりで動物骨や土器石器の出土は少ない。貝殻ばかりで貝塚を作った人々の生活の痕跡があまり見えない。それに比べておなじ港区内にある虎ノ門の西久保八万。 貝塚では多くの動物骨や土器などそこが人々の生活の場であったと思われる出土品が見つかっている。それからイサラゴ貝塚は生活の場ではなく貝の加工場跡であってイサラゴ貝塚を作った人々の住居は別の場所にあったのではないかと考えられている。イサラゴ貝塚では大量の貝を加工して中身を向き、星街など交益用の貝製品を作っていたのでは、 ないかと考えられている。魚でも一番目立つ黒鯛は、鱗ばかりで、骨は見つからない。これは、この場所では、魚の処理だけして食べたのは別の場所であることが、推察される。1978年7月から1979年12月までの本格調査後に、ビル建設のため、カイズは、完全に破壊され、消滅することになった。そのため、 当時最新の技術であった強力な接着剤で、海藻断面を固めて剥離する、雪上剥離法をもって、海藻の一部を保存した。この剥離保存された海藻は、海塚近くの三田大公園内や、港郷土資料館で見ることができ、また出土品の一部も港郷土資料館で見ることができる。ありがとうございます。